万歳万歳。いきなりですね、10分タイマーが実装されてんすよ。昨日かですかね、アップデートがあったんですけど、そのですね時だと思うんですが、お客様不在の場合っていうボタンが追加されてたんですよね。で、あれこれちょっと見たことあるなと思ったら、以前ですね、他の地域でテストするって言った時に書いてた不在の場合とそっくりだったんですよ。なんでこれ一回ポチッと押してみたんですよ。そしたらですよ、これ10分タイマーのボタンだったんですよ。で、10分タイマーといっても、これやった方いたらちょっと情報ください。私ね、まあ、なかなか10分タイマーのお客さんってね、まあ、いるわけないんですよ。すぐにいるわけないんで、まだ使ったことないんですよ。どこにそのボタンが出てるかっていうと、お客さんの、住所が載ってお名前が小さく載ってる、その上、ちょうど地図の下の部分ですかね、個人情報の上の部分、そこにお客様不在の場合っていうボタンがあるんで、ここを押してみると、なんとなんとなんと、お客様不在時の対応っていうボタンが、ウィンドウが出てくるんですね。ここを見てみると、ですね、チャイムまたはドアノックによりお客様の不在を確認します。で、不在の場合、お届け先の近くでお客様へ電話します。多分お届け先の近くで電話しないと、そばじゃないみたいな認定が出るんですよ。私もさっき普通のピックアップで、ピックアップ場所と遠いけど大丈夫ですかっていうコマンドが出てきたので、それを表示させられちゃうっていうことなんで、近くでお電話しなきゃいけないってことです。で、10秒以上コールして留守番電話の場合はメッセージを必ず残す、この2つで10秒以上コールで留守番電話は入れる。で、そこからですよ、お客さんがそれでも出なかった場合、10分こう測るわけですよ。測って待機して、その後ですよ、そのまま配達完了できますよ。わざわざ拠点のサポートに連絡しなくてもいいんですよ。いざという時にこれね、あると楽なんですよ。なんでかっていうと、拠点電話してたら、まあね、賞味間違ったら25分とか30分ぐらいキャンセルにかかるんですよね。で、向こうもお客さんに電話してたりしてるんですよね。サポートが一回電話して、一応不在だって確認をしてから、もう一回こっちにフィードバックの電話があって、じゃあキャンセルしますねって言って、またそれもね、現金払いだったら時間がかかるんですよ。なんかちょっと待ってください、処理しますんで保留します、これでまた 2,3 分かかったりするんですよ。でもね、今回関係ない、現金払いだろうが何だろうが、もうキャンセルできますから、キャンセルじゃない、配達完了できますから、配達完了ですからね、キャンセルじゃないです、完了ですから。もうね、報酬は手に入って、しかもね、廃棄でね、本当は捨てなきゃいけないというかね、うまくきれいに処分すればいいんですけどもね、そういうことが可能になると言ったね、昨日が実装されたみたいです。ただね、これアナウンスないんで、もしかしたらね、あ、ごめんなさいってクローズになるかもしれないですけど、今とりあえずなんか誰かやった方教えてください。ぜひぜひよろしくお願いします。以上、デリバリーとバイクの動画を上げてます。デリバ、いいねとチャンネル登録よろしく。